ロット40ですが、3人で順番に数字を数えていき、40を言った人が負けとなるゲームです。1人1回数えられる数字は3までです。なんか前やりませんでしたこれ、なんかやりましたね。そうですよね、なんか123みたいな、456とか、そういうんです、46みたいなやつです。うん、このゲームなんですけど、3の倍数と3のつく数字の時だけ自分が演じるキャラで数字を言わないといけませんと。えいや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 、そこ切れる。やれよ声優なんだから。嘘でしょ。まあというわけでね、まあ僕とケンヌさんは浪川さんに40を言わせないようにしなきゃいけないと。で浪川さん逆に40を言って負ければいいと。だから僕とケンヌさんどっちか40を言えば。でもみんな40を目指して。はい。行けばいいのね。そうですね、はい、みんなが40を目指せば、うん、今度こそイエイって言えるやつですね、はい、40言えるわ。じゃあ早速順番を決めましょうか、はいはい、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、けん負け、あいこでしょ、つまり岡本くん、浪川健くん、はい、はい、じゃあやっていきましょうかね、それでは、うん、ノット40スタート。1、2、3キャラですかそれ。キャラだよ。本当にキャラ。森鴎外じゃん。本当ですか。もうキャラだよ。ひどいね俺。ひどいよ。ひどいって俺もだけど。俺もひどいわ。3だけ。あ、4、5。あ、倍数。6。誰今の誰泉京香京香ちゃんです。あれ京香ちゃんか。あごめんごめん。7、8。いやこれ結構9。誰いやこれ待って、これ思った以上に少ないですこれ。思った以上に無理じゃないこれ。思った以上にですよこれ。数字1個言うだけって結構むずくない。ちょっと待って、これなんか語尾つけていいのか、なんか語尾もう一回ちゃんと、マジマジでちゃん9。ああ、待って待って、拍手もおかしい、拍手おかしい。これプロとしてどうなの俺。10、11。もう準備がすごくちゃう。12。絶対違う。誰絶対違う。森鴎外じゃん。違う。本当に顔が今全然違うかも。12っていうもはや。おちょぼ口だったもん今。むず。でも次知ってます？はい。3つきますよ。あ、誰ですか次の番？ケンさんです。ちょっと待って、あのヘッドホンちゃんとします。13。お、14。あれ急に。15。おお。あと、あ、じゃあ普通に。郊外さんパチモンや。16、17。18。マジで誰ですか。なんでそんな感じの発声法になったんですか。はい、じゃあ行きます。19。まあ3、ちょっと3の倍数じゃねえから。サービス精神旺盛ですね。じゃあ今のケンだから。あ、今のケン。あ、ごめんごめん、まあ、今のケン君だね。あ、よかった。ちょっと続けますよ。20。うん、21。ちょっと待って、21は3の倍数だよね。21は3の倍数だからね。で、20も終焉そうです。20はケンさんなんですよ。19、20はケン君で、21は俊相なんですよね、今のね。今そう聞いてもらった通りです。今の全部俊相じゃん。進まねえ。22。23。あれ3の倍数じゃなくて、いや3がつくんで、3がついてるから失礼しました。あ、僕か。24。あはあ。25、26。もう全部じゃん。27。お、近づいてきた。戻ってきた。28。29。
自分やってんだよ。いやー、そっか。31、32、33。あー、もうダメじゃん。よし。どうしました。これで負けたぜ。あ、大貝さん思い出せないのかな。大貝さんの声思い出せ。34。あ、大貝さんだ。バカになれ。バカになれ、ケン君、バカになれ。バカになれ。ケンヌさんは分かってますって。いや、お前だったらできる。バカになれ。今いくつって言いましたっけ。33かな。あ、4か。35。もういいよ。あ、もうそう、十分、もういいや。37。38、39、40。ムカつくわ、イラッとするわ。いや、今の40が一番心に染みたわ。いいのいただきました。負けてしまった。いや、残念だったね。やっぱ勝っちゃうんだな、自然と。負けてしまった。いや、惜しかったな。だって39で止められる権利はあったんだぜ、バカじゃん。40を言うなってゲームで。39で止める権利あんのに言うんだもん。久々に自分の声を思い出したくて、やっぱ39くらい、ね、ずっと聞いてたくなっちゃった。止まらない、止められないことってあるじゃん。バカだお前ら、ほんと。いや